え、なに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 した？え？え？唐突なゲームオーバー。ルルを探さなきゃ。まだ探してない部屋がある。ルル絶対そっちに歩いて行ったのに。聞き込みできるんかな。できんやんできんやん。あれ、トイがいなくなった。トイやったよね、名前。いないな。こういう暗い部屋嫌やな。え、現実ではね、何も現れんって分かっとるけん全然いいんやけどホラーゲームって分かっとるけんさ、こっちは入り口だ。もう全部回ったよ。とりあえず一回セーブしとくか。なんか状況変わったし。よし。いないよ。だってこっちじゃないもん、ルル歩いていったの。冷たそうな水で満たされている。ここにホオジロザメがいたんだ。あ、進める。ルルがいない。先に行っちゃったのかな？そう、こっちに行ってた。え、これ水族館の裏とやらに入っていくのでは？違う？セーブしとこう。うわー、一人になってる。教えてよ、ルルがどこへ行ったか。やめて、喋り出したら怖いって。びっくりした、なんかと思った。外？水が近い。何？ルルを見つけなきゃなんだ。行かなきゃ。ねえ、なんか光ってない？これ水槽の中にキラキラしているものが。拾えますか？何？はい、パールのブレスレットを拾った。ブレスレット？これ、ルルのだ。もう絶対なんかに巻き込まれた。やめて。もういい。何も始まらなくていい。さっきの平和な世界に返して。なんで水槽の中にあるの？ルル、一体どこへ？サメじゃない？食われた？なに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 ？え？なに？どうした？どこ行った？え？スーズは？なに今の？割れた？なんか弾けた？なんかブクブク言ってる。水の中？ああ、苦しい。この感覚。そうだ、12年前に。小さい頃に海で溺れた時の。助け。あそこだ、小さい女の子が。何？サメか？襲われてるぞ。助けろ。早くしなきゃ。あの子食べられちゃうわ。食べられる？なんだっけ。確か私は、大きな何かに。サメじゃない？なに？なんかボロボロになってるんですけど。え、どうした？世界終わったの？どこここ？まさかルルもここに。早く探さなきゃ。なに？裏の世、水族館の裏で管理してるって裏の世界ってこと？なに？文字化けしてますけど。最近文字化けって見んよね。顔だけ真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちている。何の写真だよ。てか、アイテムあるとこ通れないじゃないか。やだー、嫌な世界。キモいー。でもクラゲはそのまんまいる。何これ、サンゴ？怪しい色のサンゴが生えている。血のように赤黒い水槽でクラゲが泳いでいる。大丈夫？汚い水槽で。やだな。ウミガメなんか動いてるんですけど。もし、な、喋るの君。文字化けてるけど。若い女性と男性が笑顔で写真に写っている。額縁には大量の血液がついている。額縁？額縁で落ちてんのこの。もしかして、この壁、血？なに？何が起こってんの？若い女性と男性？誰だよ。てか、どこなんだよ、これ。トイ、下半身なくない？死んでる？痛いです。誰か、どこ？君、もしかしてさっきの。なんで血だらけなの？それにこの足。
人間の足じゃない？誰かいるの？何も見えない。痛いよ。また名前がハテナハテナになっとる。え？足が人間じゃない？どういうこと？なんか人魚みたいになっとるってこと？足なくなったんかと思った。そういうことじゃないんか。え？え？ねえ見てこれ、なんか手形ついとるしさ、助けてって書いてるよこれ。これ何？何の跡？すごい高い位置まで。え？なんか矢印が左指してるな。うわー進みたくない。さっき一回言ったけど。水槽の中から不気味な声が聞こえる。声？あ、喋ってるってこと？ちょっと誰かに話しかけられているような気配がする。ちょっと心臓がギュッってなってるんですけど。え、なに、目、え、いや一瞬気づかんかった、目やったよねさっきの。え、びっくりした。なになになに、もうやだ。なんかこのサンゴめちゃくちゃ目立つ。ずっと見ていると水槽の中に吸い込まれそうだ。今すごい、え、何、電話、ね、電話鳴ってるよ。受付、これか電話。待って、電話以外のもの先に調べとこう。誰かの日記のはぎれが落ちている。字もかすれている。今日もは調子が悪い意味。私の願いのつった深海の石は今日も美しく輝います。え、こんなに愛してるのに。あなたが好き。クラゲもこんなに熱ったのに。あなたはどうって私のものじゃなの。私あなたと同じ人間にはなれい。なんで好きなにすなのに、こんなに好きなのに。怖い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 。ところどころ読めない箇所がある。人間ではないものが書いた。ねえ電話鳴りやんでるけど、真っ赤な字で何か書いてある。早く逃げて。後ろ後ろ、何、怖い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 。メモが落ちている。巻紙の彼女はまだ生きている。巻紙誰、巻紙誰、あ、分かんない、どっちどっち、巻、分からん文字が書いてある。これ血だよね。ちょっと一旦セーブさせて。ね、巻紙どっち、こっちだ。誰やっけ、クリスやっけ、全然違うかもしれん。え、ルルは、ルルはどうなった、そっちは生きてないの。待って、お腹が痛くなってきたちょっと待って、電話電話電話鳴り出した。電話が鳴っている。受話器を取りますか。取りたくないな。はい、何何何、今の、え、なんか何事もなかったかのような。え、どういうこと、え、なんか怖いんですけど、なんか出てきそう。何も出てこんかった。廊下の色変わった。え、なんか出てきそう。何も出てきてない。何、勝手に動く、やめて。止まりながら進ませて。なんか壁の色変わった。何？出口がない。どういうこと？こっち出口でしたっけ？出口ってさ、受付の前じゃなかった？あ、わからん。あれか。ゲームが始まって、水族館、そっか、自動的に移動したんか。出口がどこか知らんや、私。
この先に出口があるの？ねえ。なんかこういう無駄に長い通路めっちゃ嫌なんやけど、後ろ、ああ、なに？え、なに？え、びっくりしたんですけど、なに？こんな偏僻な場所に客とは驚いた。一体どうやって入ってきた？え？刀抜いた？抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。どうしたん？綺麗なお姉さん。よかった。めっちゃ不気味なん出てくるかと思った。え、何その服？船長さんかなんか？誰だ貴様は？はあ、やめてよね。え、何オープニング？びっくりした、ゲームオーバーかと思った。そんな唐突な、まあゲームオーバーになるときは唐突なんやろうけど。心臓が持たねえ。アクアリウムは踊らない。ここでタイトルが出てくるんですね。てかむしろ踊るアクアリウムって何？わからないんだけど。またボコボコ言ってる。お前も、お前も誰だ？え、何？急に。あ、でもあれか、最初の男の子をあいつ呼びしよったけん、人のことをお前呼びしても不思議ではない子なのか。ほう。なになになに、誰この少女。この状況で素直に名乗らないとは。肝だけは座っているようだな。やめてよ、刀抜かれてんだから答えろって。まずい、隙がない、逃げられない。となると貴様、奴の手下か。奴って何のこと？さっき迷い込んできたばかりでわけわからないんだけど。図星ならそう答えるのが自然か。ここで逃がして厄介ごと起こされたら余計手間取る。今ここで死ね。は？ちょっと待ってよ、私は何も。待て、お前まさか。何？何の音？私が先に言った。くそ、こんな時に限って。何？なんか前から突進してきたけど。ゲホゲホ。何さ、え、魚の骨？今のうちに。え、何？走ってる走ってる。なんかでっかい魚の骨じゃなかった？気のせい、一瞬だからよくわかんなかったんだけど。え？遅いし。動くの遅いし。ちょ、セーブしたいんですけど。え、さっきの子は？はぁ、はぁ。あ、今のうちに逃げろっていうのはあれ？あの子からってこと？なんとか逃げ切れたのかな？あの子よりあっちの方がやばそうだったけど。というか、なんかちょっと綺麗になった？改めてどこなんだろう、ここ。まあ、血の跡はいっぱいあるけど。さっきまでいた水族館とは明らかに違うし、これだけ歩いても出口がないなんておかしいよな。それにルル、どこまで奥に行ったんだ？変な軍人みたいな人も化け物もいるから戻るわけにもいかないし。ルルを探してここから出る。できるの、こんな私に。あんな化け物相手に。でも行かなきゃ。ルルは親友なんだ。ルル、無事でいて。やだ、もう平和の世界に帰りたい。でもさっきの世界というか、さっきの変な感じよりはちょっとマシ。これどこまでセーブあるの？めっちゃある。19まである。やっぱホラーゲームといえばちょこちょこセーブするよね。大事よね。なんか血がいっぱいあるとこ進んでいきたくないな。え、なんかここ綺麗。クリオネ左の水槽を心配そうに見つめている。あっちの魚は元気がないのか。どれ？方向が違うやつかな。ぽいね。泳ぐ元気のない魚がいる。あ、クリオネじゃないんか。普通に魚？あれ、ヒレか。
なるほどなるほど。どうした？大丈夫かこいつら。お腹でも空いてるのかな。お腹空いてるって言われてもね。餌をくれる人がいないってこと？いやでも私も与える。何？びっくりした。もうやめてよ、いちいち音がびっくりするって。なんか来たかと思ったやん。鍵がかかっている。え？どこかに何か開けるための何も起こらない。ヒントがあるってことね。何これ、水？水だな。なんか急にドラクエのバリアの床みたいなの出てきたかと思った。何この部屋。え？何ここ、なんか車椅子がいっぱいあるんだけど、貸し出し用の車椅子かな。一瞬不気味って思ったけど、そういうのあっても不思議じゃない？え、でも車椅子必要な人が自分の車椅子あるか。なんか監視カメラある。古い新聞が落ちている。海岸に傷だけのサメ。丸月丸日午前7時頃、ビアンカ水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている巨大なサメを発見した。サメの種類はホウシロサメと見られる。体長約6メートルにも及ぶ大型である。6メートル。打ち上げられたサメは現在ビアンカ水族館が保護しており、治療とともにサメが打ち上げられていた原因を探っている。なるほど、なんか原因があるんですね。海の生き物についての本がたくさん置いてある。うんうん。何、びっくりした。いちいち音やめてって。あ、魚の餌が入っているようだ。おお、取れる取れる。え、なんか音変わった。掃除用具が入っているみたいだ。ダイビング用のスーツが入っている。黒のコーチジャケットが入っている。スタッフ用のジャケットみたいだ。コーチジャケットって何？めぼしいものはないか。やめてよ、なんか。イルカショーの道具くらいしか入ってない。なんか使えそうなものないかな。警備員用の銃がある。あ、武器。持ってく？どうやら弾が入っていないみたいだ。じゃあまあ意味ないか。いやでもどっかで弾拾えるかもしれんやん。持ってきよう側。ボロボロになった大量の車椅子が転がっている。すごい量の車椅子。誰かが持ってきたのかな。なぜ車椅子必要な人は自分が乗っとるよね、そもそも。てか他の魚は元気なのか。なんでこいつだけもらってないの餌。水槽の上に隙間がある。餌をあげますか。こっち側、こっち側から餌あげれるってすごい水族館だな。はい、どうぞ。元気になった？魚が元気になった。よかったね。めっちゃ元気やん。ん？何してるの？魚が水槽の底の石を並べ始めた。すげえ魚だな。 4? みんなこの子のこと見よるね。なんだか嬉しそうだ。水槽の底に石が並んでいる。9。あ、さっきの右側のやつ？暗号みたいな。4951。なんでさっきまでそこにあった石のことについて見えてなかったのか。4951ね。こっちか。4951。鍵が開いた。イルカだ、イルカ。何？どうしたの？私は何も持ってないよ。もしかして遊びたいの？そうは言ってもな、どこかに遊び道具とかないかな。あ、さっきあれだ、なんかロッカーにイルカショーの道具がどうのこうのって言ってた。てかなんか普通に血があるけん普通じゃないけど、でも血以外はなんか普通に可愛い世界観になったかもしれない。でセーブしとくね。本当に頻繁にセーブした方がいいよ。オートセーブがあるとはいえ。ここやったっけ。しましまの可愛いボールを見つけた。ボールを取りますか。はい、ボールを手に入れた。よしよしよし。じゃあこれをイルカに。
持っているボールを渡しますか。はい、どうぞ。えい。いやー、癒されるね。こういう癒しのひととき、いいよ。よきよき。ふう、これで遊んでなよ。ほら、これで遊べるでしょ。イルカって自分たちで遊べるんだ。頭いいな。イルカは頭いいって言うよね。もう一回セーブしとくか。よし。ん？イルカの鳴き声？何？あっちからイルカの声がした？あっちってどこ？こっち？あ、イルカ！何？どうした？え、てか廊下じゃないの？ここ廊下に水が溢れとんやかと思ったんやけど、違うんすか？あ、もしかしてさっきのイルカ？え、繋がってんの？こっちにぐるっと。一体どうやってここまで？さっきのプールの底と繋がってるのか。そういう。ほら、渡したボールで遊んでなよ。ん？何？もしかして背中に乗れって言ってるの？そんなこと言ってます？わからないけど、私には。渡れなくて困ってたし、お願いしようかな。ありがとう、乗せてもらうよ。ちょっとイルカに乗ってるシーン見たかったんだけど、そこ飛ばされるんすか。ふう、だからこんな短かったんや。めっちゃ長いんかと思った。落ちなくてよかった。助かったよ。じゃあね。うわー、またなんか現れそうな感じの場所、やだな。こういうの曲がり角とかでなんかおったりせん？何、後ろからなんか来たり。ウミガメだ。でもこういうさ、セーブポイントがあるってことは何かが起きそうって思うよね。やだな。びっくりした、なんかと思った。水槽？これ何も調べられないな。ん？え？何？え？ああ、びっくりした。迷いの森的な感じかと思ったよ。クラゲが優雅に泳いでいる。なんか石造りに変わりました。でも血消えたけん綺麗だな。てかこのセーブポイント自体もめちゃくちゃ細かく置いてくれてんだな。何ここ、外に出るのか。一旦こっち行ってみるか。クラゲが優雅に泳いでいる。暗い。げ、この部屋真っ暗だ。迂闊に進めないな。一旦外に出よう。よかった、外に出ること提案してくれて。ふう、ってことは上なのか。え？これ扉じゃないの？鍵がかかっている。どういう、これカードキーでは開けるドアか。カードキー、そんなもの落ちてないよ。真っ暗な部屋。いやでもな、外に出ようって言われたしな。もう一回行ってみる。一旦って言ったし。進めるんかなこれ。なに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 、落ちた。唐突なゲームオーバー。